前田明子は、フリーアナウンサー、ラジオパーソナリティ、役者、朗読家。以前は宮崎放送に在籍した。ほかほか2002年より、語り、ユニット、酔い語り、メンバーとして活動中。語りは蒲光恵、鎌田三つ平野恵子に指示しており、主に、東京や宮崎で朗読、講演活動を行う。2007年。 演劇ユニット、女組でコンバに参加し、初舞台を経験。2008年、宮崎県立芸術劇場の演劇ワークショップに参加。2009年1月、宮崎県立芸術劇場主催の演劇人、養成講座、劇団を作ろう。第一期生の発表公演、波と線路を上演。その後、ワークショップメンバーと共に2009年4月、 劇団09を旗上げ、以降劇団公演に数多く出演する。劇団09初代代表、岡田新平が2011年6月に旧成、その後を受けて同劇団の代表となった。MRT ラジオ、あやよりのメインパーソナリティを担当し、綾町の魅力を長年にわたり発信。またイベント活動として、宮崎、 両スローフード協会主催にて2008年より開催されている両スローフード祭りに毎回参加しオープニングセレモニーの司会を担当2009年には綾町公民館文化ホールにおける綾町公民館大会の司会進行を務めるなどそれまでの綾町への深い造形が高く評価され2017年6月に綾町初の観光大使を移植された ありがとうございます。